はい、どうもお疲れ様です。T.I.E. クランのルーでございます。えー、っと、6月29日から新しいコレクションイベントが始まるんですけど、その際に大型アップデートがまた入ります。そのパッチノートの内容が先ほど公式で公開されますので、えー、そちらの方ね、モ、ま、チ、あ、ベースではございますがね、えー、皆さんにお伝えしていこうかなと思います。はい、でまず、ジェネシスコレクションイベントということで、こちら6月29日から7月13日まで開催されるということですね。29日なんで火曜日からですね。で、ジェネシスコレクションイベントのトレーラーは 公式の方で上がってるんで、まあ、1分38秒ほどの動画なんですが、こちら各々確認していただければいいかなと思います。はいで、まず一番ね。皆さんがこう目を引くものといえばね、ねこうキングスキャニオンと。 ワールズエッジのシーズン0とシーズン3のね初期のワールズエッジとキングスケニオンが帰ってくるということですね。常に帰ってくるわけじゃなくて、期間限定で戻ってくると、そういうふうに記載されております。で、シーズン0のキングスケニオンということは、当然。 スカルタウンであったりサンダードーム懐かしのね場所が復活するわけですねシーズン3であればキャピトルシティとかですよねまあこれらの初期マップは期間限定で戻ってくるというわけで、ね、あのスカルタウンもですねあの頃はこうパスファインダーに植えてるのが強かったですが今はこうバルキリーとかホライゾンといったら簡単に言うよというキャラがたくさんいるんでまたねシーズン0と違ったスカルタウンをね楽しめるんじゃないかと思っておりますそうですねワールズエッジシーズン3ということはこう列車がねこうマップにくるくる回って てる頃のワールドエッジですからね。はい、懐かしいですね。早くプレイしたいですね。これは。 はい、それとは別にスカルタウン単体がですねこうアリーナのマップとしてね、えー、やってくるというかですね確かにスカルタウンこうアリーナで、ね、結構向いてるマップのような気がしますね聞いたよアリーナを発表してから5分後スカルタウンアリーナへの単願がありました <laughs> そりゃそうやろなスカルタウンでアリーナやりたいっていう意見があるやろね、はい、バルキリーパスファイナーとして塔を一周するかコースティックワットさんとして、えー、トラップを設置するかっていうね、まあ、多種多様な戦術を、えー、提供しますよということですね はいでジェネシス・リワードとコレクションイベントということで、下に詳細書いてますね。はい、えー、こちら、ローバとレブランとこ忍者みたいなね、えー、スキンがありますねここれかっこいいですね。 えお,お祭りに来たんか、お前は。で、リバードトラックとして、えチャージライフルとエヴァ8の武器スキンがえ結構最後の方に手に入るということで、ね、はい、他にもね、何かこれ、鉄拳7の国光の、あ、おめえやないか、これ、はあ、<laughs> ということで、あ多分伝わるとは思えないんですけれども。はい、で、いよいよ次のレジェンダリーですけれどもね、えレブナンとですね、こう、なんだろう、死神の鎌みたいなね、えそういうレジェンダリーが手に入るということです。これ、かっこええやないですか。 で6月29から7月13日かけてストアにこれらのスキンが並ぶということですね。でクリプト、これあれです、ね。懐かしいですね。クリプト登場当時のトレーラーの時のクリプトのスキンですね。はい、で続きまして皆さん気になるところですね。レジェンドのバランスが変わっていますので、こちらを読み上げていこうかなと思います。まず、オクタンですが、ジャンプパッドのクールタイムが60秒から90秒増加ということで、オクタン、弱体化が入りましたね。まあ、確かにオクタンは最近はスクリームでも非常によく使われるレジェンドです。 1> ですし、まあ、1人孤立している敵を一気に詰めたり3人で逃げたりとね非常にジャンパッと、あのー、飛距離が伸びてからめちゃくちゃ強くなってるんで、まあ、ちょっと強すぎるということで、えー、クールタイムが90秒に増加という弱体が入っておりますね続きましてレブナントですねこちらは強化になりますねヒットボックスが小さくなって、えー、敵の弾が当たりづらくなったと、えー、そういう強化が入っておりますね具体的には腕のの部分のヒッットボックスと こちらの中央部のヒットボックス。で、上司。で上司も腕とあんま変わんない気がしますけど、まあ、この辺りですね。 まあ上半身が中心的にね、ヒットボックスが小さくなっているという強化が入っておりますね。で、ヒットボックスだけではなく、パッシブも強化されていまして、まずストーカー、えー、これレブランドのパッシブで、えー、壁を高くまで登るというものですが、こちらの上昇幅が大幅に増加しているということで、無制限ではないにしても、えー、今まで登れなかったところまで壁を伝って登っていけるということで,ですね、非常にこれ強化されているみたいですね。続きまして、戦術アビリティ、えー、サイレンスですね。こちらは弱体化が入っておりまして、サイレンスって で敵に当たるとダメージ10とプラス、えー、アビリティが20秒間使えませんよっていうね、えー、そういう効果やったんですがこのアビリティ使えませんよの時間が15秒に減少ということで、えー、アビリティサイレンスが少し弱体が食らってますね続きましてウルトですねデストーテムこちら弱体が入ってますねデストーテムを使うと、えー、影の状態っていうのは30秒間維持できたんですが、えー、これからは5秒短縮されてデストーテムは25秒しか持続しないということで、えー、こちら戦術アビリティとウルト がが弱体化化化パッッッシブ強強ヒットボックス強化という、ね、そういうううねそ入ってますまあちょっとねデストーテムとジャンプパッドのね組み合わせがあまりにも強かったということでオクタンとデブランドがね、えー、弱体化となっておりますねちょっとだいぶうざかったからねこれ仕方ないかなと思いますけれども続きましてライフラインですねライフラインのヒットボックスが大きくなったということでこちら弱体化が入ってますねまあ確かに以前レイスはヒットボックスが大きくなってで小柄削除されてっていう経緯がありましたけどライフラインはヒットボックス変わってないのに小柄だけ消える とといいうここっっったんででちちちょっと打ち合い強すすぎるよねねら弱体化が入ってます、ね、続きまして、ブラッドハウンドが弱体化入ってますね。こちらまず戦術アビリティ全能の命なんですが、敵をスキャンして、今までは4秒間敵が映っていたんですが、これからは3秒しか映らないということで、1秒間映る時間が短くなったということで弱体化が入ってます。あとはウルトの持続時間も35秒から30秒に減少しているということですね。敵を倒して持続時間を増やすっていうところに変わりはないみたいです。続きまして、 ワットソン、これ、めちゃくちゃ強化入ってますね。あのワットソンって今までエモートでネッシーを置くことができたんですが、えー、今まで1個しか置けなかったところ、えー、20個ネッシーが置けるということで、これ、めちゃくちゃ強化入ってますね。えー、敵を非常にね混乱させることができるんじゃないかと思ってます。これ、素晴らしい強化ですね。えーははい、続きまして、武器バランスの更新ということで、武器の強化、弱体化が入っているようなので、見ていきましょう。 まずは P20 が強化されてますね。P20 はシーズン9に入った時に発射速度が8.5から6.25とね、連射速度が下がった代わりにダメージが15から18に上がるっていうね、そういうね、えー、アッアプデーが入ったんですが、ちょっと列車速度遅すぎだよねってことで、ね、えー、7.0まで増加ということですね。シーズン8は8.5、シーズン9は6.25ということで、ね、 まあ少しだけ、まあ連射することが前に戻るということですね。前ほどの速さじゃないみたいです。まあちょっと強くなりますよね、DPS が。あとは弾薬増えてますね、えー。ベース弾薬が12から14。拡張マガジンをつけた時は14から16。16から18。で、18から21ということで、え戦、ー、能力も非常に上がっているということで、P20 が大幅に強化されていますね。はい、続きまして、スピットファイヤーですね、えー。ヒットファイヤースプレッドの増加ということで、えー、腰ダメージの弾の拡散が増加。つまり腰ダメ精度が悪くなったと。 えー、そういう弱体化が入ってますね。まぁ、あ、ちょっとスピットファイルね、えー、近距離で敵に密着してこりつけるだけで、まあ、なんかなんとなく倒せるねってことで、これ良くないってことで、ねえー、弱体化が入っております。はい、続きまして 30,、3030リピーターに強化が入ってますね、えー。まず発射速度がわずかに増加ということで、これは弾速なのかレートなのか気になりますね。サイトリーインクイーストプロジェクタイルスピードということで、これは弾速ですね。弾速が少し上がっております。 まあこれがどの程度上がっているのかっていうのは実際にアップデカキてからえ確認していきましょう。続きまして充電時間。これチャージですね。リピーターは a d s し続けるとダメージが上がるんですけれども、今までは0.5秒でフルチャージやったのが0.35秒ということで、これは非常に強いですね。単純にダメージが上がると考えていいんじゃないでしょうか。はい。でロングボウル。お、これ強い。 これナイスですね。60ダメージということで、これは素晴らしい。まあ、つまりロングボウは今まで、ね、ヘッドショットで118ダメージあったんですが、えー、これからは129ダメージということで、これヘッショした時のダメージ結構エグいですね、はい。続きましてアリーナに関してアップデーが入っていて、まず価格調整が入ってますね。 はい、まず P20 の、えー、アップグレードにかかるお金が安くなってるんで、まあ、P20 が選択肢の一つとして、今入りやすくなったということですね。で、マスティフと RA が安く、EVA が高くなってますね。で、RQQ も安くえ、ボルトこれは高くなってますね。SP4 も高く。で、あと L スターこれ高くなってますね。L スターこれ強化しなくても強かったんで、まぁ、あ、ちょっとバランス取れてなかったんでしょうね。で、3 4がさらに高くなっちゃいました。G7 も高く。で、G7 レベル3のアップグレードが安くなったのか。なるほど。 でサーティが高く。はいはいはい。で、アップグレード安くなったんですね。はい。金バックはああ、金バックこれ300円でもう安いけどね、大分。うーん、まあちょっと強い気がするけどね。アークサー高くなってますね。はい、で、リブートとドローンが安くなったのかな。あ、デストーテも安くなってる。うん、うん、うん、うん。ライフライン、ドローン強すぎたからね。うん。ちょっと高くなってますね。ナックルクラスはや半額や。<laughs> あんま使う人はおらんかったよな。 ウルトが高なったね。うん。まあ、ブラッドハンドウルト使ったらアリだ強かったからね。次、パスファインダーのグラップルが3回使えたのが2回に減ってるんですかね。あとは、ジップライン、これ、マイラウンド使えたのが強すぎるってことで、ね、1ラウンドおきにしか使えなくなったということですね。 で、えー、ミニガン、シーラは、えー、1ラウンド置きに使えるということで、今まで3ラウンドやったんや。い、え、や、ー、あんまシーラ使うことなかったんですよね。強いんですかね。ワトソンのインターセプターパイロンのラウンドのクールダウンは全てのラウンドから他の全てのラウンドに増加しました。ちょっとこれ日本語が難しいですね。マイラウンドは置けないということですかね。ごめんなさい。ちょっとこれはまた調べてからコメントで書きます。 はい。で、ジャンプパッドもマイラウンド置けるのは強すぎるということで、えー、1回おきに置けるようになってますね。で、興奮剤に関しても3回から2回に減少しています。あとは、えー、マップ画面にこのようなスコアボードが、えー、追加されるということで、こちら見やすくなってますね。で、マップ画面からいきなりプレイヤーを報告できるみたいですね。はい。あこれは素晴らしいですね。はい。で、ラウンド3以降は、えー、初期アイテムとしてシールドバッティが、えー、追加されるみたいですね。 はい、で、ケアパッケが、えー、5秒早く着陸するということですね。結構遅すぎてもうラウンド終わっちゃうよっていうことがあったんで、えー、こちら修正されてますね。はい。で、6倍スコープが、えー、初期武器からレベルアップグレードにどうということで、まあ、例えばセンチネル最初から6倍ついてるけど、えー、アップグレードしないと使えないということですね。まあ、6倍は確かに強かったですね。次にマップの調整が入っていて、まず、えー、パーティークラッシャー、あの、ミラーボヤが墜落しているマップですね。えー、そこのサークルロジック調整して、ダウンタウン、 ダウンタウンってのがミラージュ・ボヤージュが墜落してる側にアンチが少し優先されるようになったということですね。あとはミニマップの四角言語を簡素化ということで、ちょっとこれ文面だけじゃちょっとよくわからないですね。 続きましてフェーズランナーのマップですが、えー、マップ全体の特定の小道具のカバーの高さを上げましたということであのこれ身長の高いレジェンドが頭出しできる場所が結構たくさんあったんで、えー、身長が高いレジェンドも頭出しできないように高さが上がったという理解で大丈夫かなと思いますあとはこうリスキル的なスナイピングをしづらくするために気を追加したということですねでアリーナはいくつかバグ修正されてますね これ、センチネルチャージできへんバグ、直ってんのこれ書いてないんやけど、大丈夫かなはい。 あとはディボーション、これね、最大強化、たぼちゃついてるけどついてないみたいなバグがあったんで、その辺が直ってますね。あとはあんまり知らないバグですね。続きまして、クオリティオブライフということで、まずバルキリーですね。ジャンプで浮いてる時にですね、使用しているときと燃料が少ないときに分かりやすくなるように、ここの UI がえ修正されているということです。次ランパートですかライトマシンガンをリロードするときに専用のアニメーションが追加されるということですね。これちょっと楽しみですね。リロード時間には影響はないようです。 続きまして、ウルトが100%に達したときに、各レジェンドにこう通知が行ったり、あとは、準備ができてないときに溜まってないよ、今何パーだよっていうのをピンがさせるようになったみたいですね。まあ、なんで、ドラでやってるときに、あ、この味方の人がウルト溜まってるんかな、溜まってないかなっていうのが分かりやすくなったという、そういう修正がいってますね。フルパではあんまり関係ないかなと思いますね。ボイチャで連携するんで。あとは、レプリケーターするときにもなんか声を出すみたいですね。はい、あとは、味方のトライデントにピンをするときのボイスが追加され 入れていいいるととうことですねはい、あとこれちょっと大きめの修正ですね。今までは最初と最後しかヒーリングアイテム、まあ、シールドセルとか医療キットを回復するとか流れなかったんだけどえこれからは回復中のフューンみたいな音がえちゃんと再生されるということでまあ近くで回復したら敵にバレやすくなるとかそういう感じだと思いますね。 はい、あとはバグ修正ですね。まあ、各自ね、呼んでもらえればいいかなと思うんですが、気になるところで言うと、ジブラルタルのガンシールドがこう、ナックルクラスターでえらいダメージが食らってたんですが、それがなくなったということですね。えー、あとはジブウルトでホライゾンウルトを壊せなくなったというのがありますね。あとはちょっと前に自分が動画にした、ホライゾンの戦術アビリティでオクタンで宇宙エレベーターするってやつがもうできなくなったという修正が入ってますね、はい。あとはコースティックのガスの中にいるときに、 ハイフラインのドローンに回復できないっていうね問題があったんですがそれが修正されているようですね結構前からあるバグなんで今頃かって感じですよねはいあとはローバーのあのブレスレットですね瞬間移動で入ってはいけない場所に入る問題があったので、えー、そちらが修正されていると書いてありますが多分修正されてない気がしますなんとなくあとはバルキリーのウルトで飛んだ時に地面に埋まる問題があったんですけどそれが結構修正されているということですねこれで死んだ人多いんじゃないですか サででも結構大変ですから、ね、あとはえっとランクのシーズンが終わって新シーズンが始まった時に前のランクで1回プレースなあかんかったっていう問題があったんですけど、うんえー、これからはですねリセット後のランクで最初からプレイできるということですねはいあとは軽微な修正やと思うんでおのおの公式ホームページで確認していただければいいかなと思います はい。以上が大型アップでの内容でした。役に立ったって方ね、高評価よろしくお願いいたします。じゃあまたね、えー、今後アップでき次第ね、演習場とかで検証しようかなと思うんで、チャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。